じゃあ川口さん、はい、9話の見どころを教えてください。はい、9話はマシバの SNS、うん、炎上します。お炎上しますね。しちゃいますね。会社のシーンが多くなかったですか？多かったですね。よかった。まあ今の時代あるあるなのかなと思いますけど、うん、やっぱり SNS と関わっていくと、はい、こういうことが起きるんだっていう、うん、マシバのなんかこう感情もそうだし、うん、もうちょっとね自分で言うのもなんだけどかわいそうな感じの回になっております。そして8話のお尻で旬とデートの約束をしてたけど、うん、まあ、行けずすれ違ってしまいましたので、はい、その後の展開も、うん、その後どうなったのっていうところも楽しみにしていただきたいのと、あとコウコさん、はい、春ちゃん、長谷さんのそれぞれ の、 まあね、恋模様というか恋の行方もぜひ見どころになっているんじゃないかなと思います。はい、あと何かあったっけな。何ですかね。なんせ撮ってるからね、今ね。そうですね。9話まだ撮影中ですもんね。撮影中、でもなんかすごくこう SNS に対しての向き合い方とか、うん、そう思う気持ちみたいなのを改めてこう感じさせられる、考えさせられるような、9話になっていると思いますので、ぜひ皆さん9話ご覧ください。ご覧ください。お願いします。はい、頑張ります。